はいみなさんこんにちは、えー、試験デルノート3ですね、えー、の、えー、まあ紹介のですねあのご案内をさせていただきますはい、えー、それではですねこちらをご覧ください、えー、まずですねこちらですねはい、えー、試験デルノート3ということで、えー、今年も当てますということです、えー、であの10月16日水曜日ですね、えー、13時からですね20時まで 杉戸橋本校において私の道場ということで試験に出るノート3ですねこちらを開講いたしますまあ、正味6時間ございますこちらですねあの毎年あの多くの問題を当てておりますですから今年もですね気合を入れて問題を厳選しておりますそしてさらにですねいくつか大事な語呂合わせとか裏技ですねこちらも紹介させていただこうと考えておりますやはりですね何が出るか ということをですね事験の直前ですから、えー、ポイントを絞ってですねそこに、えー、集中して勉強するのがいいと思います何しろ試験のもう本当にね1週間切ってますからねですから、えー、この時期こそ、えー、これをやってくださいという、えー、無駄なことは、えー、一切やりません何しろですね試験に出るところに、えー、ポイントを絞ってですねでそれを集中的に覚えていただくということです ここれれででもう一発大逆転ですねこれを狙ってください私もですね応援しておりますし私自身も皆さんに合格していただけますように一生懸命やりますので皆さんも頑張ってついてきてくださいではですねこの「デルノート」ですね昨年まで行っておりましたけれどもこの「デルノート2までです、ね」今年で3年目なんですけれどもどのくらい的中しているかということで15問以上は毎年的中しております。そしてですね えー、まあ、昨年どのような形で当たっているのかっていうのをですね。えー、まあ、この機会を設けまして、皆さんにご紹介したいと思います。えー、それではですね。早速こちらご覧いただきたいと思います。試験に出るノートですね。はい、こちらですね。ご覧ください。はい。まあ、本試験で品質ですねえー。あの超重要問題ですえー、これの復習ということで。 こちらは昨年の宅建業法の問題です。まあ、インスペクションに関するね問題でした、えー。建物状況調査ということでですね出ておりました。そこで、えー、こちらですね。まあ、正解書の4番なんですけれども、えー、ここで、えー、まあ、宅建業者が、えー、D だったということですね。でこの時にあの37条書面においてですね。 構造体力上主要な部分等ですねの状況について当事者の双方が確認した事項がある時には、えー、その記載を省略することはできないと書いてありますですね、はい、でこちらの場合ですね、えー、まずは37条書面で省略できない内容、まあ、これ語呂なんですけどね「代引きをバイトが確認」なんてですけどね。でまあ、代というのは代金、 賃ですね。の額時期そして方法なんですそして引きは物件の引き渡し時期ですねそしてバイトが確認これは売買の時この時は登記とそれから確認というのは当事者双方が確認した事項ということです。よろしいでしょうかね。はい、そうしますとこの問題問題文見なければいけないんですけれども。 えー、バイトが確認ですので売買か貸借かということですねそうしますと問題文に「売却」という言葉が書いてありますということは売買ですのでこの「バイトが確認」ですねまあということは当事者双方が確認した事項ですので、えー、こちらは記載しなければなりませんしたがってこれが正解手だったということですいいですね まあ、デルノートにはこのように、えー、記載されておりました。えー、ちょっと大きくね取りましたけれども、えー、このようにデルノートではですね、記載されていました。まあ、適中ですね。はい、えー、他にもあります。えー、例えばですね、えー、こちらご覧ください。こちらですね、法令上の制限の問題です。問いのででです、ね、農地法です農地法ですねね農農地地法法はい でこちらのところであのやはり正しいものはどれかということでこちらですね1番これが正解の選択肢なんですけれども市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合はあらかじめ農業委員会に届ければすれば法第5条の許可は不要であるとあります。そこここででデルノートにはこう書いてありました、えー、こちらすすね市外科区域内の農地を転用する場合 要するに宅地ということは、農地以外の使い方をするわけですから、転用ですよね。で、この時には。あらかじめ農業委員会に届け出ればよいと、いうことです。で、ここで、このように、図がありまして。こちらでですね、あの、とけますと。要するに、転用とか、転用目的権利度、要するに転用という言葉がありましたら。市街化区域か、市街化区域外か、まず問題で確認をします。 そうしますと、えー、市街化区域の場合にはあらかじめ農業委員会に届け出るということになりますよろしいでしょうかね。はい、でそこで問題文確認しますとこのように書いてありますね。市市域域内、はい、市外区域内と書いてありますで農地を宅地とすると書いてありますからこれは転用ですね、はい。そして権利を取得とありますから これは転用目的権利道ということですですね。ということはあらかじめ農業委員会に届け出るということになりますのでこちらの表でいきますと転用目的権利道ですねそして市街化区域ということですのであらかじめ農業委員会に届け出るということになりますよろしいでしょうかねはい。まあ、このように 出ておりますいいですねはいですから、えーまあ、このようにですねデルノートで直前頑張っていただきますと、えー、このようにねあの問題そのものがね的中してしまいますので正解を選ぶことがですね、えーまあ、簡単にできてしまうということです。まだまままだだありますすいいくつかですねご用意たたしました、えー、ということでですね次はですねあのちょっと戻りますけど問いの16ですね都市計画法の問題です。 今度は誤っているものはどれかという問題です。ですね。まあ、選択肢の4番、これが誤りで正解なんですけれども、準都市計画区域です。で、まあ、ここでは無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならないと書いてあります。まもっともらしいことを書いてありますね。しかし、準都市計画区域ってどこにあるか これは都市計画区域の外にあります。ですね。ということで、こちらご覧いただきますと。と、えー、準都市計画区域デルノートにはこう書いてあります、えー。都市計画区域外と書いてありますね。はい。で、卵開発は防止するためにですね。えー、まあ。規制をかけるために、えー、まあ、規制をかけるのを目的として否定されているんですね。 ですから、準都市計画区域において定めることができる都市計画、まあ、こちら書いてありますけれども、ポイントはこの下のところですね。はい、準都市計画区域は都市計画区域外なので、区域区分を定めることはできないと、このように書いてあります。さあどうかと言いますと、問題、区域区分を定めなければならない。はい、ここの部分ですね。 えー、区域区分を定めなければならないと書いてありますね。はい、ここの部分が誤りということになります。よろしいでしょうかね。はい、ということでここは間違いということになります。よろしいでしょうかね。はい、まあこのように。 もうどんどん当たっております。他にもですね、えー、抜粋してきましたので、えー、こちらもちょっとご覧いただきたいと思います。えー、権利関係も当たっておりますのでね。はい、えー、権利関係、まあの釈地釈迦法、毎年出ておりますので、えー、こちらも落とさない、えー、項目ですね。ということなので、えー、この釈地釈迦法のところですね。 まず建物所有目的での、えー、賃貸借契約とありますね土地ですから借地借家法の借地、えー、の部分です。で、えー、正しいものはどれかっていうことですね。でそこで、えー、まずね選択肢の2番、えー、これは、えー「本件契約が居住用の建物の所有」とありますいいですね。 で存続期間を20年としかつ契約の更新請求をしない旨を定めてもこれらの規定は無効となるとあります。さあどうかと言いますとこちらですねデルノートにはこう書いてありま,すまずですね借地権の場合これは建物があるこれが条件なんですけどこちらです借地権の存続期間は30年以上でなければならない。 いうことですから20年という定めはできませんいいですねということで、えー、これは無効となりますのでこれは正しいということですまあ、その他ですね選択肢の4番これはまあ誤りの選択肢ですけれども、えー、こちらですねこれも重要な借地の場合の対抗力ですこちらはあの土地にですね借地権の登記を備えなくてもまあ、民法の対抗力がなくても 釈地釈迦法上の対抗力があれば認め,認められますところが、えー、問題文では B と同姓でかつ同居している未成年の長男名義で登記をしてあるとあります、えー、この場合には対抗できるとありますけれども実際デルノートにはこう書いてあります釈地権者が自己名義で登記されている場合ですねこの時には第三者に対抗できるということですですね えー、ということなので、自己名義でなければいけないので、こちら、長男と書いてありますね。はい、長男名義と書いてありますので、これは誤りということになります。よろしいでしょうか。はい、それではですね、もう一個ね、いきます。えー、こちらですね、同じく借地借家法で、えー、今度は建物の方ですね。 こちらも AB の間で A が所有する高建物を B が5年間賃借するという契約を締結したとあります。で、えー、正しいものはどれかということで、こちらですね、取り壊し予定建物の賃貸借とか一時使用ですね、借地借貨法が適用されない場面ですね、これは考慮しないと書いてあります。いいですねそこで AB 間の賃貸借契約が、 え、38条のですね。定期借屋契約と書いてあります。いいですね。定期建物賃貸借です。で、契約の更新がない旨を収めた場合には、5年の経過をもって当然に a は b に対して期間満了による終了を対抗することができるとあります。けれども、これはどうかって言うと当然に違います。デルノートにはどう書いてあるかと。 定期建物賃貸借の場合はですねこちらは期間が1年以上、まあ、こちらは契約期間が5年と書いてありますので1年以上ありますその時には期間満了の1年前から6ヶ月前までに終了しますよという通知をしなければいけません。したがってこれは誤りということですね通知がなければ出ていってもらえないということです。 で次ですね、2番の選択肢ですね。AB 間のの賃賃貸貸借借契約が釈述化法の38条、同じく定期建物の賃貸ですで。この時契約の更新がない旨を定めた場合、えー、当該契約の期間中 B から中途解約を申し入れることができないとありますけれども、えー、問題文でいきますと A が所有する高建物を B が賃借と書いてありますね。 B が5年間賃借とありますので借り主,主の方から解約の申し出ができないとありますけれども出るノートにはこう書いてあります。ですね。まあ一定の要件がありますけれども、えー、定期建物賃貸借の場合にはですね一定の要件を満たせばこちらですね介助権の留保がなくても賃借人から解約の申し出ができると。 このようになっていますですから「できない」と書いてあるので、えー、ここの部分ですねこれは誤りということになります。はい、で3番、まあ、これが、えー、正解の選択肢ですけれども AB 間の建物の、ね、賃貸借契約が、えー、定期建物賃貸借でないでないということは通常の、えー、借地借家法が適用される場合ですね。で A および B のいずれかからですね もう期間内に更新しない旨の通知または条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったと通知がなかったんですねこの時には当該賃貸者契約は更新されそしてその期間は定めのないものとなるとありますさあどうかと言いますとデルノートにはこう書いてありました えー、存続期間の定めがある場合5年ですから定めがありますですでから、えー、期間満了の1年から6ヶ月前までの間に、えー、更新・拒絶の通知をしなければ賃貸借契約ですね、えー、更新したものとみなされます。いいですね、そして、えー、この法定更新がなされた後契約条件は従前とないですけれどもただし存続期間は定めのないものとなります。 はい、まあデルノートにこのように書いてありました。はい、ということでね、3番は正解ということです。よろしいでしょうかね。まあ外れの選択肢の部分もデルノートで切ることができますいいですね。そして正解ももちろんですね、このようにデルノートに載っておりました。いいですね。それからもう一つ変わったのがあります。これはですね、昨年の宅建業法の30番の問題です。 これは宅建業法で定期建物賃貸借４番ですけどねのお話です。同じく借地借家法の知識です。定期建物賃貸借契約の再契約をする場合、このように載っています。いいですね。はい。この時には宅建業法の規定が適用されるということで、まちっちゃい字ですけど下に書いてあるんですね。これはあの民法のね借地借家法の項目の下にこのようにコメントしておきました。 ですね。定期建物賃貸借契約は期間が満了すると契約が終了することになります。ですね。えー、ということで引き続き契約をする場合は再契約となります。ですね。で再契約をするときにはこれはですね宅建業法の適用があるんですね。宅建業者が行う場合には、えー、これは、えー、業法の適用があるということです。したがって、えー、免許が必要です。ですね。ということで。 重設も必要です。ということは報酬の制限も業法の適用がありますから当然ということです。はい、えー、わざわざですね権利関係のテキストの下にこの矢印ですね「宅建業法に出るかもね」っていうことで載せておきました。まあそのようにズバリ的中なんですね。はい、えーまあ、実際ですね受験された方からですねあのメールいただきまして。 えー、宅検業法で出ましたねなんていうメールいただきましたまあ、非常にね問題を作った方とすれば嬉しいですよね、えー、ですから今年もですね皆さんからそのようなねお知らせいただけるように一生懸命、えー、頑張っております、えー、ということでですねあの皆さんもねこのようにあの試験出るノートですねこちらを利用していただきまして、えー、合格の栄冠をつかんでいただきたいと思いますですねはい、えー まあ、あの短い間でしたけれどもねあの一応ですねこの大事なところはですねあのお話しいたしましたあとはですね皆さんが、えーまあ、それをうまく利用していただいて、えー、合格していただきたいと,、まあ、ということですよろしいでしょうかねはい、えー、では、えー、以上でですね私の、えーまあ、講座の紹介は終了させていただきますどうもお疲れ様でした